はいどうも、哲学とです。今回はですね、シーズン27から、ちょっと弱体化してしまってね、なんかもう、水稲で高速周回はできなくなっちゃったんじゃないか、みたいに思われてる方も多いみたいなんで、今回はですね、シーズン27限定の性別効果で蘇った稲の真言セットを使った文句のビルドをご紹介していこうかなと思います。このビルドはですね、まあ、イナセットの6セット効果発動させるために、イナの手の方をね、入れてます。まあ、こちら、大棒という種類のね、レジェンダリーになってきますので、まあ、出したいときはね、こちらの、武器を作成の中の、こちらのね、大棒の方から、レアアイテムのアップグレードをしてあげると、まあ、すぐに、入手することができるかなと思います。まあ、他のね、イナセットの、部位が出てる場合は、まあ、そこからセットアイテムの変換してね、それを性別してあげるのも、おすすめの作り方かなと思います。で、こちらの方なんですけど、ダメージ 10% プラス、つきますので、ダメージプラスつけてあげるのと、もしね、クリムゾンとかね、そういうセットと組み合わせるっていう方だったら、ここら辺ね、クールダウンの方も乗せてあげるといいかなと思います。で、送信のダメージプラス 120% までつきますので、なるべく 120% に近いもの、取ってあげるといいかなと思います。で、性別効果の方は、イナビルドの中、イナセットの場合はね、100列拳使いますので、100列拳のコンボパンチがすべて2段目のコンボパンチになると。100列拳が連続で命中するとダメージが 2% 増加する。この効果は350回は蓄積するとあるので、700% までね、ダメージが上がってきますので、こちらの方の性別効果、取ってもらいたいなと思います。で、次、手の方ですね。ここは、イナの、手袋。で、ここクリティカルヒット率 10%、クリティカルヒットダメージ率、50% つきますので、そちらを乗せてもらうという形になりますね。で、次ですね、ルフェーブルの独り言、竜巻検証使用後の5秒間受けるダメージが最大でね 50% かなまで、上昇しますので、なるべく50に近いもの、拾ってあげるといいかなと思います。で、ここ全スキルクールダウン、8% がね乗りますので、まあクールダウン短縮乗せてあげるといいかなと思います。で、次鎧の方ですね、イナの、防護爆刀で、こちら、敏捷性、生命力、あとまあ全体性が乗るんですけど、なんだっけな、送信のダメージプラス 15% がこうつくので、まあ敏捷性、生命力取ったら、あとは送信のダメージ 15%を乗せてあげるといいかなと思います。で、頭の方は、イナの、後期の方になりますね。クリティカルヒット率、6% で、兜の方は、そうですね。送信のダメージは確か乗らないんじゃないかな。ちょっと待ってくださいね。若干、あれなんで、一応見ますか。そうですね。送信の方は、頭には乗らないので、まあ、クリティカルヒット率取ってあげるか、クリティカルヒット率取って、あとは、そうですね。スピリットの秒間生成も乗るので、まあ、秒間生成量の方を取ってあげるのもいいかなと思いますね。で、あと、今回は守護者セット入れてあるので、肩の方は守護者の方になります。なんていうのかな、防御力上げたいっていう場合は、ここにね、ルフェーブルの独り言、ルフェーブルじゃない、守り、魂の守りですね。魂の守りも、いいかなと思いますので、魂の守りあるかな。そちらを入れてあげるのもありかなっていう感じがするんですけど、魂の守りありますね。スピリット生成スキル使用後の3秒間受けるダメージが、55% だけど、これいくつまで乗ったか、 60% まで乗るので、 60% の方を、魂の守り入れる場合は入れてあげるっていう感じになりますね。で、ここなんですけど、まあ使うね、送信の種類によって、
変えていくんですけど、水の戦士だったら、まあ、氷なんで、霊気属性なんで、霊気スキルダメージを乗せてあげるという形になりますけど、まあ、火の、今期ね、やっぱり強いビルドってなると、火の送信を使ったビルドになってくるので、火の送信の場合は火炎系スキルダメージを乗せてあげるって感じですね。で、そうですね。ベルトの方も守護者を入れてると。こちらね、防御力も入りますので、防御力も乗ってた方がいいかな。知力、敏捷性、生命力、防御力、全体性が乗ってるっていう感じのものがいいんじゃないかなと思います。で、アミュレットちょっと飛ばしちゃったんで、アミュレットご紹介しとくと、ここはね、クリティカルヒットダメージと、ダメージ 100% と、クリティカルヒット率 10% 乗るので、それが乗ってるものに、さらにさっき言った、送信のダメージに合わせた、水の送信だったら、霊気スキルダメージだし、火の送信だったら火炎系スキルダメージを乗せてあげるという感じですね。守護者の剣王の方も火炎か、霊気乗せてあげるという感じですね。で、次、指輪枠なんですけど、こちらね、属性の集合体ですね。で、属性のターン、属性の集合体は、4秒間特定の属性ダメージが、最大 200% 増加するという効果になってきますので、まあ、なるべく 200% に近いものを拾ってもらいたいんですけど、ここは、クリティカルヒット率 5%、あとクリティカルヒットダメージ 50% までつくので、乗せてあげるといいかなと思います。今回これスキルクールダウンが乗ってるのでそのままにしちゃってますけど、そこクリティカルヒットダメージもできるんでね、そっちの方が火力は上がるかなと思います。で、今回ね、アミュレット旅人の制約にしてて、指輪のもう一つが、コンパスローズの方になってるので、まあ、ここもね、クリティカルヒット率と、あとクリティカルヒットダメージ乗りますので、乗せてあげて。で、あとクールダウンも乗るんで、クールダウンを乗せてあげるって感じかな。がいいと思います。はい。で、そうですね。で、下頃のもの方は、イナの節制の方で、敏捷性生命力ついてて、そうですね、ここ、全体性の方がいいかなって感じですけどね。雷鳴系のダメージついてますけど、これは効かないんで、全体性を乗せてあげると。今、ダイヤモンドがね、2つ入ってるんで、その分の全体性が乗ってますが、本当は、そこ全体性の方がいいかな。あと、ブーツの方なんですけど、粗末すぎるブーツ。送信使用時に、2体の戦士が召喚されると。送信のダメージが 200% 上昇し、アクティブな状態で攻撃できる時間が長くなると。で、ここね、今、テンションのビルドをね、併用しちゃってるんで、テンションのダメージになってますけど、ここもね、確か、送信のダメージに変えられたはずなので、送信のダメージに変えてあげるっていうのがいいかな。お、ダメですね。ここもダメだ。なので、入れるとしたら防御力あたりを入れてあげるのがいいかなと思いますね。はい。で、宝石の方なんですけど、頭は、ダイヤモンドで全スキルのクールダウン 12.5% 短縮。結構このビルドも、クールダウン大事になってくるんで、クールダウン入れられるとこはなるべく入れてほしいかなと思います。で、鎧の方と、あとね、下衣の方は、ダイヤモンドを埋めて、全体性を持ってあげてるという形になります。で、次、レジェンダリーのジェムなんですけど、一つ目は、レジェンダリー、絶望せし者の石ですね。同じ敵を攻撃するたびに、その敵に対して与えるダメージが 2.06% ずつ上昇すると。で、リフトガーディアン及びボスに与えるダメージが 25% 上昇すると。今回ね、百裂剣のコンボパンチの方を入れてるので、手数がね、多くなるので、絶望せし者の石を1個入れておくといいかなと思います。で、次、囚われし者の悪夢ですね。15ヤード以内、操作障害の影響下にある敵に対するダメージが 55.80% 増加する。これが元々の効果で、ランク25になると15ヤード以内の敵の移動速度を 30% 低下させるオーラをまとうと。つまりね、ランク25で、確定でね、自分の15ヤード以内にいる敵に、ダメージアップがかかる。さらに、水稲の場合はね、
敵がこう凍結するっていう効果があるので、まあ、凍ってる敵にね、この 55.80% のダメージ増が常にかかり続けるような形になりますので、まあ、囚われし者なんかもいいかなと思います。で、最後がエンフォーサーですね。ペットによるダメージが 55.80% 増加するという効果がつきますので、エンフォーサーにしてもらいたいと。で、ランク25でね、ペットが受けるダメージが 90% 減少するとありますが、今回のね、セット効果の方で、送信の方はね、無敵になってるので、まあそちらは特に関係ないという感じですね。で、ちょっとイナのセット効果についても、お話ししておくと、2セット効果でね、自分の送信のパッシブ効果と信号の基本パッシブ効果を 100% 増加させると。で、4つの信号すべての基本効果が常に発動する。召喚した送信1体につき、5% のダメージ減少効果が発生する。送信がダメージを受けなくなる。まあ、この効果あるんでね。エンフォーサーの2つ目のものは必要ないと。で、6セット効果で、常に5つのルーン効果を、持つ送信たちのパッシブアビリティを得ると。攻撃時に15秒間持続する選択中の送信を最大10体まで召喚する。召喚した送信1体につき送信が与えるダメージが 900% 増加すると。このね、送信が与えるダメージが、まあ、6000% だったんで、前は。今 900% まで減ってるんでね、むちゃくちゃ弱くなっちゃったんじゃないかって思う方いらっしゃると思うんですけど、今回ね、このね、100列拳のダメージがね、700% アップしてるので、まあ、なんていうのかな。どっちかというと、前のシーズンよりも強くなってるというのが、現状です。はい。そしてですね、スキルの方なんですけど、まず叶い枠ですね。まず、ヒルーズへ。こちらもね、待望になりますので、待望をレアアイテム変換すれば出てくると。で、攻撃時に一定の確率で攻撃速度が2倍になると。効果がつきますので、こちら入れてもらって。次に、下級神の腕光ですね。竜巻転生が命中した敵に対し、5秒間、送信で与えるダメージが 200% 増加する。炎の選手はこの3倍の効果を得るとありますので、まあ、火力を上げて GR の上の方行きたいよっていう場合は、まあ、火の送信を選んで、このね、下級神の暗号の、炎の選手はこの3倍の効果を得るで火力を上げてもらうといいかなと思います。もともとこの炎の選手はこの3倍の効果を得るは、前のシーズンまではちょっとね、削られたりとかしてた、効果になりますので、まあ、ここで少しね、帳尻を合わせてるっていうのなと思います。で、今回は守護者セットとあとね、イナーセット両方入れてるので、王家の遺構の指輪で、一つアイテム数を減らしているという形になります。では、スキルの方ですね。スキルは送信、クールダウン30秒で、パッシブ効果は神秘の戦士を召喚する。戦士は攻撃されても、戦士は攻撃ごとに武器ダメージの 130% の物理ダメージを与え、倒されても5秒後に復活すると。で、発動、神秘の戦士が与えるダメージが10秒間、50% 増加するという形ですね。で、今回はね、まあ、あえて水の戦士で行ってみようかなと思うんですけど、神秘の戦士を召喚して共に戦わせる。戦士と自分の攻撃に当たった敵の移動速度が3秒間 60% 低下すると。で、神秘の戦士が発動っていうのはこの丸ボタンをね、押した時に出るものになってくるんですけど、まあ水の戦士だったら今こうやって、人間状態になってるわけですけど、丸を押すとね、こうやって、波になってくれると形になるんですけど、発動させた時は、神秘の戦士が連続して、7つの波を繰り出して攻撃するという形になりますので、まあ、水の戦士にしてあげていると。まあ、ここのところをね、今ちょっとクールダウンになっちゃってるのか。炎の戦士とかに切り替えてあげれば、火力の方も上がっていくので、まあ、そうですね。上の方のリフトで目指すんだったら、火の戦士の方が、まあ、火力が出ていいかなと思います。で、次、天啓ですね。クールダウン時間60秒間。天からの啓示を受けて15秒間覚醒した状態となり、スピリットの秒間生成量が20増加する。また標的のいる場所まで瞬間移動して近接攻撃を行えるようになると。で、ルーンの方で砂の衣ですね。自らを砂の衣で包み、与えるダメージを 50% 減少させると。
で、このビルドの場合は移動スキルはね、この疾走撃の方と、あとね、天啓の、瞬間移動の方を、併用していくって形になりますので、敵がいないところでは疾走撃を使って、それ以外の時は天啓で、敵の間を飛んでいくという形になります。で、次、プライマリースキルの方なんですけど、百裂拳ですね。スピリッツ生成量12、攻撃以外付き。凄まじい速度でパンチの連打を繰り出し、武器ダメージの 90% の物理ダメージを与えると。で、ルーンの方は活力の拳ですね。連続攻撃の3段目を与えるために、自分が敵に与えるダメージが5秒間、5% を増加するという形になりますので、これ大丈夫なのかな多分大丈夫だと思うんですけど、活力の拳にしているという感じですね。次、竜巻転生ですね。コスト50スピリットで、20ヤード以内の敵にいる、敵を3台16体まで自分の元に引き寄せ、強力な爆発で武器ダメージの 261% の、精神性ダメージを与えると。34ヤード以内にいる敵を引き寄せられるようになると。なので、竜巻転生を掌握強化にしたらいいという。そして、疾走撃ですね。最長で50ヤード離れた場所までダッシュし、神羅状にいる敵に武器ダメージの 370% の、物理ダメージを与えると。8秒ごとにチャージが1生成され、最大で2まで貯めることができると。こちらを使っていくとかですね。で、次、障壁ですね。クールダウン16秒で、肉体を聖なる障壁で包み、3秒間あらゆる攻撃を吸収し、すべての操作障害効果を無効にすると。形なので、こちらで障壁を選んで、焦点でですね、スキルは、このスキルの効果時間が4秒になる、こちらを選んでると。まあ、今回ゾディアックリンクとかないので、多少ね、クールダウンとかね、大変になるかなとは思うんですけど、こいつを入れてあげる。で、次、先手の達人ですね。ライフが 75% ある以上ある敵を攻撃した際に4秒間攻撃速度が 30% を上昇すると。で、次、イタールの灯火ですね。テンスキルのクールダウン時間が 20% 短縮される。そして次、守護者の心得ですね。両手の、それぞれに武器を装備している場合は、回避率が 35% 上昇する。両手武器を装備している場合は、あらゆるスピリット生成が、15% 増加すると。今回は両手武器なんで、スピリットのね、生成量が、増加してくれる形になりますね。で、最後、調和ですね。装備品によって上昇する単一耐性値の 40% がそれ以外の耐性値にも加算されるということで、全耐性の方が、少し上がるという形になりますので、この構成にしてもらいたいなと思います。で、そうですね。ちょっと、説明し忘れちゃったんですけど、今回ね、旅人の制約とコンパスローズ入れてるんで、移動中に受けるダメージが最大で 50% 減少し、静止状態中に与えるダメージが最大で 100% 増加するという効果が乗りますので、まあ、こいつでね、ダメージを上げてあげると同時に、あと属性の集合体ですね。4分間特定の属性のダメージが、最大で 200% 増加するになりますので、まあ、今回は、水稲で行くんで、霊気のターンにね、ダメージ量が上がると。で、まあ、ヒーナーで行く場合は、まあ、当然、火炎のものが、火炎のターンになった時が一番ね、火力が上がるので、それを意識して攻撃していくといいかなと思います。はい、じゃあ、GR100 ぐらいを回して、実際の様子見ていこうかなと思います。ちょっとね、確認したんですけど、やっぱりですね、こちらの、百裂拳の方のね、3段目のダメージは、ちゃんとね、こっちの、百裂拳のコンボパンチがすべて2段目のコンボパンチになるっていうだけで、実際にはね、なんか、ちゃんと乗ってるみたいなので、百裂拳のルーンは、こっちのね、連続攻撃の3段目を当てるために、自分が敵に与えるダメージが5秒間 5% 増加するの方を選んでもらえばいいかなと思います。じゃあやっていきたいと思います。で、障壁と、天啓に関しては基本的にもう押しっぱなしでいいかなと思います。で、エリートいたらね、百裂拳をガンガン当ててあげると感じですね。
エリートがあんまりいないですね。で、基本的には、竜巻転生も発動させながら百裂拳を当てていくという感じですね。はい、この2匹一気に取れるかな。よし、1匹落ちた。結構ね、雑魚とかも、処理能力高いので、まあ今これ GR100 でこれぐらいなんで、報酬クエストとかでもね、水稲なんていうか、もう使えないって思ってらっしゃる方もいらっしゃるみたいなんですけど、全然ね、火力的には、問題なく使えるので、まあ水稲で回してみてほしいなと思います。まあ、すでにご紹介した、なんだ、クルセイダーのね、展開の拳のビルドがむちゃくちゃ早いので、今回なかなか水稲が注目は浴びないですけど、火力は全然ね、性別効果もあって、問題なく出るようになってますので、ぜひ安心して文句やられてる方は水稲も、ね、作っていただけね。竜巻転生をどんどん当てていくっていう感じかな。よいしょ。まあ、百裂拳がとにかく強いので、百裂拳ガンガン当ててあげるだけでエリートは溶けていくかな。若干クールダウンがまあちょっと重めな構成に今しちゃってるんですけど、まあ俊敏の護国入れてあげるとか、あと、指輪枠を一つ、ゾディアックリングにしてあげるとかね、そういう構成で回すのもありかなと思います。まあその構成もちょっとね、まあすでにご紹介してる水稲とあんまり変わらなくなっちゃうんで、今回はこの構成にしてみましたが、そっちの方がもしかすると100ぐらいを高速に回すのにはいいかもしれないですね。ヌーの方を入れてあげると、ライフの、上限の 200% まで、バリアが張れるようになるんで、そこら辺をね、張って GR100 回した方がもしかすると高速かもしれないね。はい。よいしょ。ペレンティですね。百裂拳がね、とにかく、強強なんで、はい、こんぐらいですね。まあ、もうちょっとこういい感じで回れると3分とか、まあ2分台ではいけるかなっていうぐらいですかね。まあ百裂拳のね、性別効果もあって、まあ、水稲もね、思ったほどは弱体化してない部分もありますので、ぜひね、まあ、稲の真言セット好きだった方、そして、まあ、文句始めたばっかりだよっていう方もね、ぜひ一度、組んでみてもらいたいなと思います。もしね、この動画がいいなと思った方は、ぜひね、高評価と、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今後もね、こういったビルド紹介の動画たくさん上げていきたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いします。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。